基本は手でやられてるってこと。そうですね、ほぼ全部また手書きでやります。手仕事のそのなんていうか温かみも含めての愛嬌だったりとか、うん、面白さっていうのはなんとなく自分も分かる気はするんですけど、これは何かを逸してる感じがします、うん、爽やかな気分で爽やかな気分で本当ですかこれ。京都市京セラ美術館ですね、うんうんうん、で、これが地上階で、これ現場で描いてるところなんですけど、うん、全部書いたんですよ。でもあれです、これは後ろにデジタル出力の、はいはい、あ壁はシートも貼っていて、うんうん、い頑張りました。頑張りましたよね。さっき、まあ、デジタルの技術もここでは使ってるみたいなのを聞いてちょっと安心しちゃった自分もいますけど